ジルコ東京は東京都新宿区歌舞伎町にあるライブハウスである大阪を中心に事業展開を行う株式会社ベースオントップが運営を行っている新宿ジルコ東京と呼称されることもある大阪を中心として音楽スタジオ経営やイベントの企画制作などを行う会社ベースオントップが管轄する9店舗目のライブハウスとして2016年5月15日に オープンした。運営側が客足の増加を狙い、同社のおうつかデーパー、吉祥寺クラブセアトに比べてより賑やかな新宿に立地させた。音楽のジャンルに縛られることのない方針で、イベント運営が行われている。新宿区役所の前にある東洋ビルの地下2階に店舗を構える。白色とオレンジ色をベースにデザインされた店内は、 エントランスメインフロアラウンジで構成されている。ライブスペースのあるメインフロアはステージの横幅を大きく取るように設計され、スタンディングで250名を収容できる。ライブステージの反対側には PA ブースが設けられ、フロアの音響や照明が管理される。また、ラウンジへとつながる部分には高い段差と仕切りが設けられ、通路として機能している。 メインフロア奥のラウンジはカウンターが備わっており、100種類以上のドリンクが提供されている。ラウンジスペースは DJ ブースとして開放することも可能で、メインフロアを加えた2フロアでの DJ イベントも開催可能としている。その他の特徴として、ジルコ東京ではエントランス付近の喫煙スペースや楽屋のスペースを広くとっている。また、ベースオントップが運営する。 アメリカ村ドロップや吉祥寺クラブセアタといったライブハウスとは異なり深夜営業を行っていない。ありがとうございます。